はい、今ですね、タイのサメト島にありますルビマンコテージリゾート&スパというところに来て宿泊しています。で、夜ですね、今の状態は夜です。夜になると各部屋がライトアップされて、プールもライトアップされて、こんな感じですね。ちょっと見づらいかもしれないですけどね。こんな感じになります。こんな感じですね。ベッドもライトアップされますね。で、テレビがあって、こんな感じで、これ洗面台。アメニティも、結構揃ってますね。シャンプー、リンス、歯磨き粉、歯ブラシ、石鹸、トイレ。あとバスタブがここのコテージにはないです。シャワーですね。で、こんな感じで、セーフティーボックスです。セーフティーボックスありますね。で、タオルがあります。感じですね。こんな感じです。まあ、部屋45平米なんで、まあまあ広いですね。で、なんか今日は結構風が強いですね。タバコ吸う場合はここですね、バルコニーがあるんで。なかなかいい感じの隠れ家的なリゾートになってます。ティーゲも生い茂ってなかなかいい感じです。これは何ですか、ヤモリです。